はい、出口から出てきましたよ。出てきてすぐこんな感じでね、橋があります。船見田区、どうもおっさんでございます。おっさんは今デハール城に来ております。今ね、こちら出口出てきたとこなんですよ。それでこの橋を渡ってね、庭見に行きましょうかね。よろしくお願いいたします。それではレッツゴー。この橋ね、なかなかね、横に川があってスリルありますよね。少し風があるのか波打っております。なかなかいいよね、こういうとこ歩くのもさ、こういうとこ歩くのもなかなか素晴らしいですね。あそこローズガーデンのとこですね。こんな感じです。こんな感じですね。すごいな、出てきてからもすごいな。出てきてからも、あとで庭とお城とおっさんとやろうか。門みたいなのありますね。ここ車入れるようになってるんですね。で向こうからやってきました。こっち側に行ってちょっとあれですね、お城と庭とおっさんとをやっておきましょうかね。これはなんか近代的だな。そこちょっと気になるんですけど、入っていいかどうかわからないですよね。だから入るのやめておきましょうかね。面白いですね。あ、すげえな、この角度もなかなかいいな。でこんな感じです。今日は一日晴れてるからいい天気ですよね。なかなか綺麗だな、あの水。そこにね、オフィスみたいなのがあって、そこレストランみたいな、カフェみたいになってるみたいですね。さすがに外寒いんで誰もカフェで飲んでる人いません。はい、デハール城飲み終わってね、外に来てます。外寒いわ、めちゃくちゃ寒いわ。庭とお城とおっさんとよろしく、チャンネル登録よろしくね。この木何の木、気になる木か。もうスカスカやけどね。はい、お城の真正面、これぐらいでどうでしょうか。なかなかこれあれだな、いいサムネになりそうだな。このね、お城の前のね、庭のところからお城を見て、チャペルでございます。じゃあここ抜けて庭行きましょう。こういうのってなかなか映画の一風景って感じがしますよね。いや、なかなかでも素晴らしいですね。これお城も見えて、後ろも見えて、自転車が通ってくるから結構スリルあるな。ここちょっと歩いたらね、さっき言ってたカフェがあります。今ね、ちょうど12時ぐらいかな、なんですけども、中でね食事されてる方はいらっしゃいますけど、さすがに外は寒いよな。めっちゃ寒いもん。こんなんで飯食ってたらめっちゃ低カジかもわ。あ、このなんか生活臭あふれる子供の自転車が。これレストランですね。こじんまりした感じですかね。ここ入り口みたいです。でっけえ入り口だな。あ、ここにある、コーヒーとかブローチオードカースとかあるな。アクテルハムにスープ、ここは、あ、なるほどなるほど、ここで食べましょうということですか。道、この道をまっすぐ行けばみたいになっちゃうな。じゃあちょっと庭見ていこうかね。ここね、ローズガーデンかな。めっちゃこれあれだよね、天気いいわ。こんな天気いいといろんなとこ行きたくなるよな。最近ね、あのピンポイントでね、月曜日だけ雨曇りというパターンが多いんですよね。なんかおっさん呪われてるみたいだな。まあ、なんかしないでくださいね、入らないでくださいって書いてますね。この四角いエリアに入らないでくださいってますね。これ上からなんかドローンかなんか飛ばしたら綺麗に撮れそうですけど、お城の上には上がれませんでしたからね。なかなかいい庭だ。なんかこれちょっとこの木をさ、高くしたらあの迷路みたいになりますよね。こんな感じでさ、なんかお城が入る角度で動画撮るといいですよね。庭があってお城があって
これはバラなんですかね。トゲトゲだな、トゲトゲ。これなんかトマトみたいになってますよ。トマトではないけどさ、バラの実ってあるんだな。つぼみになるのか、実じゃなくて。実とか言ったら怒られる。実とか言ったらさこれね、あの季節によってバラが咲いてるんですごい綺麗らしいです。バラ、バラといえば昔ね、少女革命ウテナってあのアニメがあったんですよね。おっさんあれめちゃくちゃ好きで全部あの DVD 持ってるんですけどあれ思い出しますよね。バラ、はい、どうもおっさんでございます。庭はいかがだったでしょうか。もう庭ね、もうコンパクトに見てきました。本格的に見ようと思ったらめちゃくちゃ広いんですよ。ですので私が今座ってるこの、体力回復するベンチね、体力回復するベンチに座ってるんですけども、そこがまあバラ園のとこにあって目の前にお城が見える感じですね。そしたらね、こっからね来るときはちょっとあのバス降りてからちょっと入場までの時間が結構ギリギリだったんで全然動画撮らずに端折ってきたんですけども、帰りは時間あるんで動画撮りながらバス停まで行こうかね。よろしくお願いします。実はちょっと秘宝みたいな感じであるんですけども、バスが1時間に1本で、今ね12時20分なんですよ。で、次のバスが13時12分で、あとだいたい50分ぐらいあるんですよね、バスが。でどうしようもなくて、ちょっと時間40分ぐらいかかるんですけども、ここから駅まで歩いていきましょうかね。さっき言ったバス停の前へ通るんで、バス停の場所だけ紹介して、おっさん黙々と歩いていきたいなと思います。よろしくお願いします。ここ入り口なんですけども、こっちがレストランですね。そこが。まあ、おっさんは夜がっつり食べるために昼は抜きます。で、入り口入ってすぐ手前ぐらいにトイレあるんで、皆さん覚えておいてください。はい、お城から出てきました。じゃあここから歩いて帰りますよ。このね、入り口からこっち向いて歩いていくとバス停なんですよ。でこれをまっすぐ行って歩いて帰りますよ。だいたいね、歩いて40分です。バスが50分後に来るんでもう歩いて帰った方が早いなということで、距離的にね 3.5 キロぐらいあるんですよ。まあ1時間ぐらい歩くんだったらそんなもんかね。というわけで歩いていきます。っていうかね、めちゃくちゃ寒くなってきた。朝より寒くなってきた今気温何度ぐらいなんでしょうね。というわけでのんびり歩いていきましょう。はい、向こう側がお城ですね。でひたすら歩いてます。こういう道を、なんもないんだよね。なんもない、鳥の鳴き声だけかな、あるのは。まあいい天気はあるけどね。じゃあしばらく歩いていきましょう。これまっすぐ行って左行くとバス停に行くんですよ。それで Google マップ見たらなんかね、途中からね、この道からまっすぐ行って左じゃなくて右斜めに行けみたいな感じで Google マップ案内出してますんで、バス停の前は通らない可能性があります。ですので近くの道まで行ったら、これ行ったらバス停ですよってご紹介したいな。 Google マップ先生さ、この道歩けって言ってくるなこの道歩けって言ってくるな。ちょっととやめとこか。まあこっちまっすぐ行ってから右に曲がるっていうパターンもできるんでね、この道はやめときましょうかね。でバス停からね歩いてくる道はこれなんですよ。でここ白樺の木があるんですけどね、これね、もう見てください。これ木にさ、あのケルの南京錠じゃないけどさ、ハートマークとかさ、なんかそういう なんとかアイラブなんとかとかでいろいろ書いてあるんですよね、これ木もえらい迷惑やなこれな。はい、向こうがねお城です。お城から今戻ってきたところですね。こっち側がねバス停があるところです。バス停ね、ついそこにあります。ただアイクスラーンだっけな、そういう名前のバス停だったと思います。ちゃんと後で調べてあげておきますね。でおっさんが帰る方角は向こうです。向こう側になります。この道を歩いてきました。これはあのさっき Google マップ先生が通れって言った道ですね。で
こっちに行く感じですね。こっちに行くと駅です。まあ皆さん歩いてくる人いないだろうけどね、こっち行くと道ですね。これどうなんだろうな、ここは車道と自転車だけなのかね。歩くのはこっち歩けってことかね。これさすがに車来たら引かれるよね、 100% 引かれるよね。この道結構狭いんですよね。はい、歩いてきましたよ。結構歩いたね、この道を。で、そこに書いてる、わかりますかね、フライアテン。こっからちゃんとした道、ちゃんとした道って怒られるけど、通れそうですね。あ、ちなみにこれポールしてるってことは車入れないじゃん、ここ普通に歩道だったんだな。車入れそうなマークついてたんだけどな。まあいいでしょう。というわけでこれ抜けて駅行きますよ。はい、向こう側から歩いてきてやっとね駅まで来ました。あそこですね、 NS 駅があります。じゃあ電車乗ってこう。はい、駅まで戻ってきた。40分、長かった。めっちゃ足痛いわおっさんさ、この動画撮り始めてからさ、めっちゃ歩くようになりました。こんな感じです、駅周りなんもなし。ですね、一つだけ要注意なことがあってですね、皆さん電車で来ると思うんですけども、ユトルヒトの駅とかデンハーグの駅って改札あるんですよ。だからさ、普通に切符ピーって当ててさ降りてくるんですけども、ここはね改札がないんで、必ず降りたらこれでタッチしましょう。ここでもし切符持ってる方、アプリで QR コードで切符買った場合はいらないです。だけどオーフェイのカードと、俺これ持ってるんですけど、おさこれ持ってるんですけど、これとか普通の切符の方は必ずタッチしましょう。これですね、これ当てるとねインチェックになる。こんな感じですね。おさ、年間でね、いくら払えばファーストクラス通勤時間帯以外は 40% オフになるってやつ、 40% オフだったかな、 40% だったかな、忘れちゃった、また調べておきます。それになるやつ申し込んでるんで、お得です。じゃあ上上がって、ゆとり人行きは一番乗り場ですね。はい、フレオ店の駅まで戻ってきましたよ。じゃあね、このまま電車来たら乗って、ユトルヒトの駅着いたら閉めましょうかね。いやー、疲れた。はい、ユトルヒトセントラルの駅に着きました。じゃあホーム出て閉めましょうかね。こんな感じです、ウーデム。なかなかね、ユトルヒトもね、おっさん降りるの久しぶりですね。というわけでこの階段登って外へ出ましょう。はい、ホームね登ってきたらこんな感じで、これ後ほど行きます、書いてますよね、スポールウェフミュージアム、ここあれです、オランダの鉄道博物館ですね。そこ行こうかなと思って今回も予約しております。まあ、予約というか切符買っただけなんですけどね。駅の中にね、前はなかったと思うんですけど、こういう展示物ありますね。まあ後ほど博物館行きますよ。これさすがに中入ったらまずいのかな誰も入ってないからな。でこんな感じですね。まああれですね、ちゃんとした方って言ったら怒られるよ、ちゃんとした方行きましょうか。で向こう側です、ミュージアム側というか中心地ですね。おさんもね来るの久しぶりなんでね、ちょっと嬉しいですね。じゃああそこ改札なんで出て閉めましょう。はい、ユトルヒトセントラルの駅を出てきました。こんな感じですね、周りは結構ね食べ物屋が多いです。和食の店があったり、おっさんの大好きなバピアノがそこにあったりするんですけども、中心地ここにもねフィッシュ&チップスありますしね、これマネケンビスですね。おっさんがね昔来た時とだいぶ変わってます、全然知らない地形になってますね。というわけで閉めましょう。はい、どうもおっさんでございます、こちら駅です、閉めましょうか、デハール城いかがだったでしょうか。庭とねお城見学したんですけども、いや良かったですね。一つだけ、めんどくさいのはあれですね、平日はバスが1時間に1本なんで、見る時間の配分を間違えるとおっさんみたいに45分ぐらいかけて
歩いて帰らなければいけなくなっちゃうんで要注意してください。土日はね30分に1本あるんで全然余裕じゃないかな。あとあれですね、家族連れで来てる方は結構車で来てる方が多いんで、そんなん気にせずにね全然行けるんじゃないでしょうか。おっさんもね、あの127のバス乗ってねお城行きましたけどね、結局おっさん1人とあと観光客3人、なんだイタリア語喋ってましたね。ですのでもうオランダ人の方はみんな車で来るんじゃないでしょうか。というわけでここからね一回閉めて、その後に鉄道博物館行きたいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、よかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。